今回もバックテント初心者の猿が、前回に続きバックテント未経験者の方のために動画制作しました。今回の動画を見る前に前回の購入編を見ていただけると幸いです。映っているのはインナーテントを初めて張ってみた時の様子です。初めてだし、説明書にも細かな手順は書いてないので要領がわからず、とりあえず上の3箇所を止めています。上の3箇所を止めた後は下の5箇所にペグ止めして使うので付属のペグを差し込んでいきました。猿は何も考えずに手前の2箇所から差し込んでいったのですが、そうすると奥側の真ん中を刺せなくなってしまいます。もう一度上の3箇所を外せばいいのですが、それも尺だったのでテントのサイドからジッパーを開けてアプローチして最後のペグを止めました。いかにも初心者っぽくて格好悪いです。では寝転がってみます。ジッパーは3方向から開け閉めできるので使いやすいです。身長180センチの猿でも楽々寝そべることができました。ソロ用の一般的なドームテントよりはテントの長辺方向が長くて良いです。実際のキャンプだとコットや防寒対策のマットなどを使うのでしょうが、この時は試し張りなので何も使わず寝転んでみました。特に気になる点もなく問題なく使えそうでした。夏はフレームを自作すれば単体でモスキートネットとして使うこともできそうです。頭の紐が気になったので使ってみます。ジッパーを開けて左右に巻いて紐でくくれば開けっぱなしにもできました。なかなかよく考えられています。設営する際は奥側の真ん中のペグを最後に刺すとやりにくいので、正解はわかりませんが、次からは上の真ん中、奥の真ん中、左の奥、左の上、右の奥、右の上、右手前、左手前の順番で固定するとスムースかもしれません。ここからは逆にインナーテントを外してみますが、同じ絵を写しても退屈でしょうから、テント側面を開放して見やすいように撮影しました。ちなみにこのテントは反対側の側面も同様に開きますので、4面中3面は開放してフレームに巻きつけて固定することができます。インナーテントを設営するときは手順を間違うと面倒くさかったですが、外す作業には容量は必要ありませんでした。簡単です。キャノピーは閉じた後で左右のジッパーを閉めます。ジッパーは大きめで動きもスムースでしたので、クオリティは高い感じでした。透明のビニールシートをかぶせるとまるで農業用のビニールハウスのようです。最後に中央をペグで留めればスカートも地面に覆いかぶさって固定できるようになっていました。素晴らしいです。おお、これはかなりクローズな感じですね。いいですね。ここまで入るとかなりクローズですね。密閉感というかね、プライバシー感があってね、なんかこうこもれる感じになりますね。楽しいなこれ、結構楽しいな。あー、美味しい。今度は内装に挑戦してみます。セリアのポール巻き付けベルトは滑り落ちにくい素材でできているため、ポールに巻き付けても安心です。自分のスタイルが決まるまでは100円ショップのキャンプ用品でいろいろ試そうと思います。言うまでもなく猿には何の経験もセンスもないのでどうして良いか分かりませんが、なんとなくネットで見たイメージを真似して必要そうなものを設営してみました。ロープはナイトアイズのカムジャムを使ってみます。カムジャムを使えば結ぶ必要がなく、長さ調整もロープを引っ張るだけでギアが噛んでロックされるので途中で緩んでもすぐ直せるので便利です。付属のロープが 2.5 メートルほどで短かったのでセリアの5メートルのガイロープに変えて使ってみました。5メートルのガイロープはポール3本にまたがるように固定してもまだ余裕がありました。そして同じくセリアで売ってたアウトドアロープフックをつけてみました。
8つ入ってて110円なので安いですが、このフックは優れものでした。横から見ると平面上ではなく、ロープをかける部分が少し飛び出しています。このため、ロープに引っ掛ける向きを変えることで、スライドするように引っ掛けたり、逆に固定したり、を変えることができました。重さ制限があるので吊るすものの合計が5キロぐらいまでにしないと途中で落ちてきそうですが、その点を気をつければ、強度的にはいけそうでした。軽めの LED ランタンをポール部分に吊るしておけば、辺りを広く照らせることができそうです。しつこいようですが、セリアのアウトドアロープフックはロープにつける時の向きにより、スライドしたり、固定させたり、を選べますので、ご覧ください。スライドするのと逆向きにして引っ掛けると、少し引っ掛けにくいのですが、引っ掛けた後は、しっかり位置が固定されて、左右にずれにくくなりました。これをうまく使えば、洗濯物を干したり、使用後のクッカーを干したり、と、いろいろ役立ちそうです。テント内には、物置があった方が便利そうなので、IKEA で買ってきた500円のシューズラックを置いてみました。IKEA ではシューズラックとして売ってましたが、これがキャンプ用品店に売ってれば、れっきとしたアイアンラックと言って良い雰囲気と作りだと思います。足も折りたたみ式でコンパクトに収納できる、複数重ねて使うこともできる仕様になっていました。もっとも猿はそんなに荷物もないので、今回は一段で使ってみます。クッカーや簡易ストーブなどキャンプ道具を並べてみると、意外とそれっぽくなってきました。せっかくなのでコーヒーでも入れて飲んでみようと思います。シンプルにアルコールストーブで湯を沸かして豆をひいてみました。こういうひとときは、キャンプ場でなくても、楽しい時間を過ごすことができます。スコップが刺さっているのは、テーブルが傾いてガタガタするので、地面の一部を掘るのに必要だったのですが、こういう点がやってみて初めて気づく部分です。カタカタするのが苦手な猿にとってはスコップがマストアイテムでした。さてと、できたかな。いただきます。あ、美味しい。これこの間あの福さんの御用達のキャンプ場で買ってきた、燻製卵、なんでこんなに茶色くなるのか不思議ですよね。ちょっと見てみます。串原温泉のね、笹百合の湯オートキャンプ場、こんなんですよ。こんなん、これ殻のまま燻製してるってことだよね。すごいな、そんなことができるのかっていうね。おお、見える空洞が。へえ、ちょっとこうね、小腹空いた時にめっちゃ良くないですかこれ、燻製。じゃあちょっといただきます。うまっ。黒昭和の燻製卵。この燻製卵は新鮮な卵を食塩、昆布、醤油で風味付けをして、山桜、奈良のチップでいぶします。お子様のおやつ、お子様のやつにはもったいないよね。うん、すごいね。やっぱね、思ったんですけど、ここまだ芝生だからいいんだけどね、あの地面がね、土だったりするとね、座ると汚れるし、荷物置いても土がいちいちついて汚れるし、やっぱ敷物があった方がいいですね。なんかブルーシートでも敷いてみましょうか、ね。まあ、ブルーシートじゃなくてね、マット、グランドシートみたいなね、テント用の。私はね、基本的に芝生の場合はね、敷かないんですよね。なんでかっていうと、あの芝生の上にブルーシートずっと敷いてると、まあ2泊3泊で増えていくに従って、あの雨とか降ってなくても芝からね、蒸発した水蒸気でブルーシートがね、あの結構ビチャビチャに裏側が濡れちゃうんですよね。で、結果的に撤収の時もね、ちょっとめんどくさい、あの汚くなっちゃう、濡れて乾かさないといけないとかになるんで、あんまりね、芝生のサイトだったらね、ブルーシートは私は敷かないんですよね。ただ土だったらね、まあ、砂とか土のね、地面のところはね、敷かないとやっぱ置いたものが全て汚れる、土まみれになっちゃうんでね、まあ、そういう意味ではね、敷くんですけどね。まあ、ブルーシートじゃなくてもね、いろんなハンプシートとか、あのテント用のグランドシートとか、冬だったらね、アルミがね、あのついてる遮熱性のあるようなね、
マットなんかも私も持ってるんですけど、まあめったに使わないですね。シート敷くとね、シートが汚れるっていうデメリットがあるんで、どうかなっていうところですね。ただやっぱ土のサイトだったらね、しかないとね、結局めんどくさくなっちゃうんでね。まあ土のサイトの場合はっていうことですよね。とりあえず、OD グリーンというホームセンターで売ってるブルーシートを敷いてみます。サイズは 1.8×2.7 メートルなのですが、2つ折りで敷いています。一応ずれないように、レジャーシート用のちっちゃいケグで固定します。これぐらいで十分だと思います。このブルーシートには、サルが、以前ハトメを DIY でたくさんつけてますので、固定しやすいです。では、この状態でしばらくの間放置して、雨風などへの耐性をチェックしてみようと思います。雨が3時間ぐらい降ってるけど、まだ濡れてないですね。内側は濡れた感じはしないし、手で触ってもね、大丈夫ですね。外側も弾いてますね、結構。こんな感じで。染み込んでないですね。まあ最初だけっていうね、話もあるんですけど、この辺りもですね、かなり弾いてますね。タープはね、別なんですけど、これね、ほら、すごいね。ちゃんとね、ちゃんとしてますね。この辺のマジックテープはちゃんとくっつけといた方がいいですけどね。でここも、すごいですね。かなり弾いてます。こう流れてる感じ分かりますかね、雨がね。あそこに溜まってますね、水が。ここにね、これよろしくないね。なるほど、そういうことが起きるんだ。この辺りかな、多分これで流れ落ちましたね。ここね、たるんでるわけじゃないんだけど、もしかしたら張り爪がちょっとたるんでるかな。いや、そんなことはないですね。そんなことはないので、どうしてもあそこがね下がるので、少し溜まるんですかね。引っ張ってもね、あそこは少し下がっちゃうのかな。こうね、しっかりとね、まあけどかなり優秀な感じですね。内側には全くない感じです。あとね、ここに吊るしてるランタン、ここなんですけどね、これね濡れてないのでちょっといいみたいですね。まあ、こう斜めに雨が降るとね良くないけど、上からだとね一応影になるので濡れないみたいです。こっち側にもね置いてるんですけど、ね、上からだといいですね。ここにねマジックテープとかのセリアでね止めてるんですけど、濡れてないので、防水じゃないんだけどね、これなら多分いけそうですね。良いんじゃないかなと思います。倒れてる。
ルーフ抜けたんだ。びちょびちょじゃん。強いと20センチのペグじゃダメかもな。大惨事やなこれ。弾いてはおるけどね。これよく濡れてるのに防水性じゃないはずやな。ここはよく弾いてるわ。ここはあーけどやっぱり濡れてるね。内側もね入ってきてるしちょっとこう垂れてるね。ペグが外れてるんだ。あそこもペグ外れたか。ダメだね。ちょっとペグが外れたり緩んだりが多いな。そういうことか。ああ外れてるわ。ここがね回ってんだこっち向きに。風の勢いが強いとダメだね。この辺はいいけどね。ペグがちゃんと刺さってるところは問題ないね。けどちょっと湿ってる感じはあるね。内側もね一晩降るとそうなるんだ。少し小ぶりになったので、この隙に回ったペグを交換しておきます。太くて長めのペグに打ち替えて、また放置してみます。使ったのはコールマンのスチールソリッドペグ30センチです。今までは庭でこのペグを使う必要がなかったですが、付属のペグだと心配だったので強化しておきました。さすがにこれだと回ったりすることもなさそうです。この太く長いペグで1週間様子を見ます。しかしよく降るなぁ本当に。で昨日ね倒れちゃったんでポールがこんな風にね雨水がね、こっちは濡れてないんですよ。ちょうどねこの辺りで濡れてる濡れてないのね境目があって、こっちは濡れてるけどこっちは濡れてない。ただここはねポールが倒れてきたのでドサッとね濡れちゃったんですね。でペグもね打ち直したんでね、昨日はねあそこのペグがね抜けててね、で内側に入ってきて濡れてるんですよね。ブルーシートが濡れてるんですけどね、こっち側とかはね濡れてないんです。あっちも濡れてないんですね。はい、なのでその辺はいいんですけど、まあやっぱりねなかなかパップテント初心者なんでね
この辺が難しいですね。昨日の、午後3時ぐらいから降り出したんで、もうかれこれ、20時間以上、今降ってるのかな？ 20 時間ぐらいずっと降ってますね。夜通し降ってたんでね。で、けどね、これ内側はね、そんな言うほど濡れてないです。もしかしたら結露してるのかもしれませんっていうぐらいの濡れ方。手で触ってね、はっきりと濡れを感じるっていうことはないです。まあ、やっぱりね、ちっちゃい水蒸気みたいな感じでね、ついてるからね、いっぱい。こするとね、濡れますけどね。ただ、雨水が持ってきてる感じは全然ないですね。あそこに結構力かかるんでしょうね。ここのペグのところに結構力かかるっぽいですね、これ。特にね、こうやって叩いてみてもわかるんですけど、あそこがかなり引っ張りますもんね。パップテントはそういうもんですかね。あと、ここですよね。このランタンハンガーのあるところ、天井の真ん中だけど、ここにね、水が溜まるんですよ。どうしても。これ持ち上げると流れるんですよ。いきますね。ほら。わかりました、今の。ね、ここにわずかながら溜まるんですね。ここが持ち上げたいんだけどね、本当は。水溜めないためにはね。水が溜まって、ここちょっと黒くなってますよね、何かね。なんだろうね、なんか。苔じゃないはずだけど、苔でもね、生えたかのようにね。なんか、そんな色もついてる感じがありますね。散水ホースで水をかけて流してみました。勢いよくかけると、黒い汚れも一緒に流れ落ちました。どうやら雨に混ざって降ってきたホコリなどの汚れだったようです。ついでに屋根への水の溜まり方を確認してみます。これぐらい溜まったら、その後は流れ落ちていくようです。唯一ね、この辺りだけが濡れてないエリアですね。この辺りね。この辺りはだから座れるし、まあね、なんとかなるんでね。まあ多分ここに本当に泊まってたらね、今日はその一角で過ごすしかないっていうね、そんな雰囲気だと思います。まあ、この辺りも大丈夫ですけどね。こっちの方に来ると、もう昨日ポール倒れた影響でね、この辺も濡れてます。この黒いテーブルも半分は濡れてて、半分は濡れてない感じですね。まあ、まあまあ。やっぱこう、ドームテントと違って一体型じゃないので、なかなかね、タフですね、こうなるとね。快適なキャンプを楽しむっていう風にしようと思うと、まあそれなりにやっぱ経験値というかね、ノウハウがないと難しいですね。まあ幸いパップテントのね、ベテランキャンパーさんが、たくさんね、視聴者さんにいらっしゃるので、いろいろ教えていただけるんでね、それが本当にありがたいなと思うんですけど、まあ、私自身はね、パップテント完全に初心者なんで、こういう経験をね、まあ、するのも勉強なのかなと思ってます。寒い時は美味しいよね、けどね、コーヒーもね、いつもより一層美味しいもんね。